僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ロイヤルホテル沖縄残波岬ほか各社の提供でお送りします。おはようございます。2018年の4月25日水曜日、時計の針は9時2分を回りました。本日もここ読谷村高潮にあります体験王国紫村サテライトスタジオから生放送で観光情報番組読谷ラジオ10時までの1時間お届けします。ナビゲーターのたっちゃんです。よろしくお願いします。今日寒いね。ね、昨日とは打って変わってちょっと一日ね肌寒くなりそうですね。ぜひ皆さん気をつけてくださいよ。またね、ゴールデンウィーク大型連休もね今週ねあたりからね控えてるね方もいらっしゃる中でね、本日の琉球新報の記事からこういう記事ちょっとお届けしましょうね。旅行取り消し823人、はしか影響台湾客が半数ということで、ね、記事が紹介されておりました。県内ではしかの、影響とみられる旅行のキャンセル客数キャンセル件数が、23日午後8時現在で、計823人に上回ることが県観光振興課のまとめで分かった。20日時点から500人増しとなる影響が拡大している一方、県、地域保健課によると23日の検査では新たな患者の発生はなかったが、これまでに、判明した患者数は70人で、そのうち37人は、完治しているとみられる。またね、本当にはしかの影響本当に広がりつつありますけども、まあ、影響の広がりについてね、県文化観光スポーツ部長は予防接種を適切に受けていれば安心して沖縄観光を楽しんでもらえる。ゴールデンウィークも間近に控えており、きちんとした情報を発信していきたいとね語ったということで記事が掲載されております。本当にですね、もう本当に大型連休を控える中で、まあ、はしかの影響、ね、それによってですね、県内各地ではね、まあ、予防のため感染予防のためね、相次いでイベントなどもね中止がね、なさってるみたいですね。名護市では羽地ダム祭りが中止で、お隣嘉手納町ではね、ひじゃがわフェスタというね、イベントも、ね、この感染予防で中止ということで相次いでるみたいですよ。ぜひね、少しでもね疑いがある方、ね、ちょっと病院医療機関にね連絡していただいてね、また早めのね対策とかねしていただきたいなと思いますよ。ね、今年のゴールデンウィーク、ね、ちょっと人混みを避けた、またね、ちょっと静かな場所での、ね、また過ごし方もいいかもしれませんね。
ということで、本日の琉球新報に取り上げられておりました。ということで10時までの1時間、本日もねここ読谷村のさまざまなね、イベント情報だったりね、この観光スポットを紹介ってさ紹介しないから、生放送をお届けしてまいりますので、どうぞお付き合いください。ここで本日のドライビングナンバーをお届けいたしましょう。ちょっとね元気出したいなっていう時にこんな曲を、ね、おすすめいたします。サムライです。空。
お届けしました本日のドライビングナンバー、ちょっとね元気を出したい時によく聞くね、サムライで空お届けいたしました。さてこの時間からはね本日の、沖縄のお天気お伝えしていきましょうかね。4月25日沖縄気象台発表、まずは天気概況からです。沖縄本島地方の沿岸の海域では、波が高くなっております。海上や海岸付近では、明日ですね25日夕方まで高波に注意してください。沖縄本島地方と先島諸島は、大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇っており、弱い雨の降っているところがありますとのことですね。続いて中南部のお天気です。本日は曇りのうち晴れ、波が 2.5 メートルのうち2メートル、降水確率、ね、午前中 30%、昼から夕方にかけて 20%、夕方から深夜にかけて 10% となっております。日中の最高気温22度、ね、昨日は確か、ね、27度ぐらいまで上がりましたね。本当わからないですね最近の天気、ね、なんか雨は降るわ、ね、カンカン日和になるわ、寒くなるわ、蒸し暑くなるわね、どうかしてるぜみたいな感じでね。でもねもう本当にでもまだまだわからないですからね、ぜひね体調管理しっかりしてくださいね。本当にもうなんか梅雨に入ったのかなって個人的に思うぐらいね、本当に土砂降りだったりしますけど、はい、観光で沖縄いらっしゃった方もね本当に体調しっかりねしていただいて、また楽しい、観光日和ね、観光にね、していただきたいなと思いますよ。よろしくお願いいたします。ということで以上本日の沖縄のお天気でした。お届けしてます観光情報番組、読谷ラジオ、体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でナビゲーターたっちゃんが、ね、お届けいたしております。おかしいね、はい、しておりますね。観光客の皆さんもしねこの、読谷ラジオ聞いていらっしゃいましたら、ぜひ読谷さんまでね足をお運びください。よろしくお願いいたします。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますので、メールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字の fm786@fmyomitan.co.jp でお待ちしております。ね、本日の、ね、オープニングでもお話ししましたけども、まあ、はしかの影響でね、まあ、皆さんが楽しみにしている大型連休ゴールデンウィーク、ね、相次いでちょっとね、イベント中止っていう、ね、記事も琉球新報さんの方で掲載されておりましたけども、怖いですね。はい、ぜひ、ね、今年のゴールデンウィークは、まあ、人混みを避けてまたね違ったね、まあ、ところでの、まあ、楽しみ方っていうのもね一つのおすすめかなと思いますのでね、ぜひ参考までに、はい、よろしくお願いいたします。それでは CM を挟みまして、まだまだ続きます観光情報番組読谷ラジオです。
読みたん？なんでも調査団。読みたん何でも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない読みたんラジオから始まる、発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読みたん何でも調査団。さてこのコーナーやってまいりました、読みたん何でも調査団、あなたの気になる読みたん村、ね、ガイドブックにも載っていない読みたん村ね、ディープでコアな、ね、情報をまあお届けしていきたいなと思いますけども、今日お届けする、内容はですね、まあ、やっぱりゴールデンウィーク大型連休もね、もう控えているということで、ぜひね、参考までに、まあ、観光の皆さん、ね、ぜひ、沖縄県そしてここ読谷村に、ね、来られた場合はこういった体験もねおすすめですので、ぜひこちらをご紹介したいと思います。それではお聞きください。本日は読谷村の瀬那覇にお店があります。素敵な場所に足を運んでおります。早速お声を聞いていきたいと思います。こんにちは。はい、どうもこんにちは。私ですね、マリンサポート怠惰の神谷千尋と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらでは、どんなマリンスポーツ体験ができるんですか？はい、こちらではですね、ダイビングと、シュノーケリングとあとシーカヤック、この3つを、皆さんにご案内しております。はい、実際にですね、さまざまな体験ができるということなんですけども、観光客になんか人気の体験とかありますか？一番人気はですね、やっぱりダイビングでして、あの海の中に潜ってたくさんの魚やあとは青の洞窟に行ってですね、皆さん写真撮影して帰ってこられますね。はい、青の洞窟、はい、ね、本当素敵な場所ですよね。はい、もうあの皆さんがきっと思ってた以上の青の綺麗さに皆さんかなり感動して帰られて、で帰ってきてから写真をご覧になってるんですけど、皆さんもため息ついておーって言ってますね。皆さん綺麗と言ってますね、皆さんすごく。はい、また時期とか季節によってはこちらの体験とか料金はまた変動とかあるんですか？そうですね、やはりあの一番あの厳しい時はですね、風、天気が良くても風が強い時、波が高い時はですね、どうしてもあの青の洞窟にご案内できない時があるんですね。そういった場合は場所を変えて、あのコーラルビーチといってですね、たくさんの、 あのトロピカルフィッシュがいるところにご案内して、金額は少しあの安くはなるんですけれども、そちらで皆さんに体験ダイビングをご案内しておりますね。はい、実際にですね、さまざま体験もありますけども、観光客の反応とか声とかどんななんですか？実際ですね、問い合わせでも大変多いのがですね、大体皆さん初めてで体験ダイビングちょっと怖いっていう方が多くて、大体8割ぐらいの方が初めてのダイビングなんですけども、行く前と行った後の顔がすごく皆さん変わってまして、かなり皆さんあの良かったと言って帰ってこられてます。やっぱり海の中は浮いてるのとは違ってかなり神秘的なあの中なの で、 で魚たちもかなり近い場所で見れるので、そのなかなかない体験をされて皆さん喜んで帰ってこられてますね。はい、わかりました。では実際にですね、この体験をしたい方が予約なんですけども、当日の飛び込みとかでも大丈夫なんですか？一応ですね、あのこの夏の時期は特にですね、かなりたくさんのお客様がご来店されますので、事前予約が一番おすすめではあるんですけども、あの電話当日予約でもあの可能ではあるんですが、問い合わせしていただいて、その時空いてれば皆さんのご希望のお時間にご案内することもできるんですけども、そうでない場合はこちらのちょっと都合によって若干時間を変動してご案内はできると思いますね。はい、気になることが、こちら手ぶらで来ても大丈夫なんですか？そうですね、それが一応皆さんあの売りでしてやはりあのたくさんの荷物持って何か持ってこないと、やっぱり忘れ物も多くなると思うので、皆さんにできる限り気軽に来てもらいたいと思ってまして、もう水着一つでバッチリです。あとは全部こちらがあの料金にも全て含まれてますので、安心して手ぶらで来てもらえたらと思いますね。はい、実際に体験される前に、これだけは気をつけててほしいこととかあるんですか？やっぱり体験ダイビングでももちろんあの海のアクティビティは全てなんですが、あの前の日にもちろんやっぱりお酒を飲んだりとか、あとは夜遅くまで起きたりとか、結構観光だとちょっと気分がね高まって、やっぱり夜遅くまで起きてしまったりとかすると思うんですけども、やはり海と陸は違うので、必ず早めに寝て早く起きて、あのバッチリの状態で来てもらえると、より海は楽しめると思います。特にお酒は気をつけてほしいと思います。美味しいと思うんですけど。はい、はい、分かりました。はい、
それではですね、問い合わせ先、営業時間、お店の場所、改めてご紹介お願いします。こちらはですね、残波岬に近い、読谷村瀬那覇に、あります、ダイビングショップですね。もうダイビングショップ、かなり大きい場所、大きいところにあるので、すぐに分かると思います。で、営業時間が朝の8時から夜の10時までで、問い合わせもこの時間帯で可能なので、いつでも電話をしていただければと思います。で、電話番号が、098-958-2646 でよろしくお願いいたします。最後になりますが、ラジオ映像をご覧になっている方々へ PR お願いします。はい、ですね、私たちがご案内している前田岬の方、青の洞窟はもう一度行ったらですね、忘れられないぐらいかなり綺麗な景色が待ってますので、ぜひ皆さん、まだやったことない方や、もちろんリピーターの方もなんですけども、ぜひぜひですね、この沖縄の海を体験しにマリンサポート態度へお越しください。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ということで、読谷村の瀬那覇にお店がありますマリンサポート態度残波さん、ね、ここではね、ダイビング、シュノーケル、シーカヤックといったね、本当にマリンレジャーがね、楽しめるという場所でもございまして、ぜひ観光でね、読谷村に来られた際は、まあね、大型連休も控えてますので、こういったね、体験をされてまたね、楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、お願いしますね。ですね、マリンサポート態度残波さんの連絡先、098-958-2646、 098-958-2646 ということで、年中無休となっております。ぜひ気になる方ね、ぜひ一度ね、電話していただいて、予約の方もよろしくお願いいたします。以上、本日の読谷なんでも調査団は、マリンサポート態度残波さんでした。読谷スポーツインフォメーション、この時間は読谷村スポーツコンベンション情報をお届けいたします。読谷村で選手が見れる、読谷村だからこそできるスポコン情報ということで、読谷村の、スポーツインフォメーションをお届けいたします。本日の琉球新報にも、記事が掲載されておりました。昨日、読谷村役場の方で第51回日本女子ソフトボールリーグ一部第1節沖縄大会開催記者発表ということで、記事も掲載されておりましたね。私も足を運びました。まあ、この記者会見の後にですね、同じく、先日こちらの話題も、取り上げられておりましたね、ラグビーワールドカップ2019、組織委員会からラグビーワールドカップ、公認チームキャンプ地として、アメリカチームの皆さんがここ読谷村でキャンプ、内定しましたということで、こちらの、記者発表の記者会見も、行われました。その時ですね、ちょっと、村長の、コメントがありますので、今日はそちらをご紹介したいと思います。それではお聞きください。はい、実は先週の金曜日ですね、日本、2019年、日本開催のワールドカップ組織委員会から、発表がありました、公認キャンプ地ということでですね、読谷村が今回公認キャンプ地としてですね、内定を、見ております。まあ、今回ワールドラグビーカップ、2019年組織委員会とですね、公認チームキャンプ地、まあ、契約をですね、まあ、提出して正式なですね、決定となります。まあ、読谷村、滞在チームのですね、相手はアメリカ代表がですね、読谷でキャンプを張ることになっておりまして、これは、9月の17日からですね、24日までかな、まあ、その後、第1試合、第2試合4つ
アメリカは、まあ、国内でやるんですけど、それのですね、最初の、事前合宿をですね、読谷でやるということになりました。まあ、これはあのラグビーワールドカップは、日本12の都市でですね、12の都市で、開催しまして、参加チームが20チーム、世界からですね、20チームということでございます。その中のですね、一つである、アメリカ代表ですね、読谷村での、このキャンプ地に行くことにしました。で、まあ、もちろん、それに向けて来年ですね、ですね、あのそのもしアメリカチームがですね、来たら、まあ、読谷村の部分がですね、ラグビークリニック、あの子どもたちとのですね、ラグビー教室等々をですね、開いていただけるように、まあ、これからですね、実際の、契約を結んだ暁にはですね、まあ、そういった取り組みをして、普及、そして、来年9月に開かれます2019、ラグビーワールドカップにですね、またみんなで、盛り上げていこうというですね、そのことを、今計画しているところです。ということで、昨日読谷村役場で、ね、ラグビーワールドカップ2019公認チームキャンプ地内定ということで、記者会見がございました。その時ね、コメントとして村長がね、おっしゃっておりました、ね、再来年か2019、来年ですね、はい、ぜひね、アメリカのチームがここ読谷村でキャンプをされるということで楽しみですね。また日にちが近づきましたらね、また詳細などを皆様にお伝えしていきますので、お楽しみお待ちください。以上、この時間は、読谷スポーツコンベンションインフォメーションでした。ロイヤルホテル沖縄残波岬インフォメーション。
ロイヤルホテル沖縄残波岬インフォメーション、自由気ままにリゾートアイランド、白い砂浜と澄み切ったブルーの中、癒しのリゾートホテル沖縄残波岬ロイヤルホテル、心から失礼、ロイヤルホテル沖縄残波岬ですね、心からのおもてなしで 皆様をお迎えいたしますということで、毎週水曜日このお時間はロイヤルホテル沖縄残波岬さんの情報をお届けしていきたいと思います。さて今日もですね、素敵なゲストがねスタジオの方に、来られてますので、早速お声を聞いていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。はい、自己紹介よろしいですか。はい、私両院部の、はい、日賀と言います。はい、日賀さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私はレストラン担当をしております日賀と申します。よろしくお願いいたします。はい、ダブル日賀さんなんですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人はこのラジオは初めてですか。2月に一度。そうなんですね。はい、その時はまた違ったパーソナリティの方だったんですか ね、はいはい、ということでね、ダブル日賀さん、ね、お二人日賀さんをね迎えて、まあ、両院部からねお知らせということで、早速どちらからお知らせしていきましょうか。はい、ではまず母の日の方を。はい、母の日です、はい、もう近いですからね母の日も。はい、はい、ロイヤルホテル沖縄残波岬では30周年をもちまして、今年ですね2018年マザースマイルデーを5月の13日日曜日に開催いたします。料金が大人お一人様6000円、小学生のお子様お一人様3000円、受付は午前11時からとなっております。でその後にお食事が11時半から始まりまして、こちらビュッフェ形式となっております。でショーが1時から約90分ほどのご案内となっております。はいということでね、まあ、5月の13日に、ね、行われる、マザースマイルデイということで、ね、素敵なイベントですね。こちらではどなたがご出演ということになるんでしょうかね。ゲストで、はい、沖縄テレビ、郷土劇場大洗県産品、はい、のコーナーで出ていただいてる西武門食堂の人々の皆様と、トゥルルン店の、トゥルルン店、はい、沖縄民謡界注目、爆笑ユンタクトリオ、おすごいですね。今手元にちょっと資料を見させていただいてるんですけども、はい、テレビで見る遊力屋さんですかね、はい、はい、の方たちがねこの母の日を、ね、素敵なイベントに、してくれるということで、こちらはもう予約の方は、ね、もう始まってるんでしょうか。はい、はい、もう受付の方始まってまして、はいはい、と予約制でなってますので、お早めに問い合わせをしていただきたいんですけども、はい、500名と、はい、500名、あ、500名、はい、予約を。すごいですね500名ですか。はい、受付しておりまして、はいはい、まあ、200名ほど、まあ、予約は頂戴しております。残り今の時点で、はい、はい、すごいですね。じゃあ残り300名ってところですかね。そうですね、ただ、はい、この平日のうちでやっぱり今週中でもほぼ埋まる可能性が高いですので、はい、日付自体は5月の11日18時までの予約となってるんですけれども、はい、ちょっともう迷っている方がいらっしゃったらですね、うん、ぜひお早めにご予約をいただきたいと思います。もう予約いただいた順に、はい、前のステージ近いところからどんどん席が決まっていきますので。そうなんですね、はい、ぜひじゃあ今ラジオを聞いてる、ね、皆さんで迷っている方がいれば、ね、今すぐ、ね、連絡していただきたいなと思いますけど、またこのねまた催し物もそうなんですけども、美味しいねまたディナーとかねあるんですね。こちらはあビュッフェ、ランチビュッフェ、はい、ランチビュッフェもですね、はい、はい、どういった、まあ、料理が堪能できるんですか。こちら通常、はい、母の日以外も、まあ、通常にランチの営業をしてまして、はい、12時から2時までの営業なんですけども、はい、大人様2000円、小学生の方が1000円、
はい、はい、こちらの母の日のですね、ブッフェは和洋中の折衷となっておりまして、で、まあ、あのランチも通常通り営業はしているんですけれども、その通常のランチにない例えばあの和食のお刺身であったり、はい、イカスミの天ぷらとかですね、ちょっとまあ珍しい料理が、あのランチとしては珍しい料理が並びます、はい、でまあ、大体和食が主になってくるんですけれども、はい、パフォーマンスもあのだし巻き卵であったりですね、はい、太巻きとか、はいはい、あとお飲み物などもいろいろ準備して、はい、お客様が満足いくように、はい、あのはい、取り揃えておりますので、本当にね、美味しい、まあね、お食事もいただきながら素敵なイベントも、ね、開催ということで、改めてこちらの、まあ、料金なども含めて、ね、お問い合わせ番号もご紹介よろしくお願いします。はい、こちら料金、大人様お一人様6000円、小学生の方お一人様3000円、幼児は無料となっております。でお電話番号、お問い合わせは 098-958-5000、 098-958-5000番で、ロイヤルホテル沖縄残波岬代表でよろしくお願いいたします。5月の11日18時までの事前予約制となっております。新聞などのにも載っておりますので、ご案内見かけましたらよろしくお願いいたします。はい、ということでね、ぜひ皆さんまだ間に合いますのでね、お早めの、ね、ご予約よろしくお願いいたします。ということでね、ロイヤルホテル沖縄残波岬さん、ね、今年なんと30周年ということで、また4月からね、このお名前も変わりましてね、外観とかも、ね、ところどころ変わってる部分もある中で、どうですか、改めてそのリニューアルしての迎える30周年って。そうですね、と私も今年で30歳あ、そうなんですねということで、なんか同じように成長してきたかなと、はいはいはい、より一層これから頑張っていきたいなと、はい、読谷生まれで読谷生まれ、そうなんですね、はい、30歳、あ、30歳です、はいはい、誰かとつながってたはいはいはい、わ、分かりました。ということで、ね、まあ、同じ、まあ、30周年ということで、さまざまなまたリニューアルする中でね、いろいろなことが始まるかと思いますけども、このね、まあ、素敵なイベントの他にもね、今日は、情報を持ってきてくださっているので、こちらのご紹介もお願いしていいですか。はい、すみません、先ほどちょっと軽くご案内したんですけども、はい、今日もやっております、12時よりランチのご案内させていただきます。はい、はい、と5月までですね、13階の方で、スイーツ&ステーキ&スイーツのランチブッフェを13階の方で営業しております。はい、営業時間が12時から、14時ラストオーダーの営業をしておりまして、うん、料金の方が大人様2000円、小学生の方が1000円、幼児の方500円でお料理ご準備しております。と大人様にですね、はい、メインディッシュで、ステーキの方ご準備しております。おお、すごいですね。まあ、ブッフェも、はい、温かいお料理もご準備してるんですけども、はい、今回はちょっとステーキとデザート、はい、メインでデザートの種類をいっぱい、はい、ご準備してます、ね、今ちょっと写真を拝見させていただいてるんですけども、美味しそうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でいつも思うんですけども、この価格でいいんですかなんかね、ちょっといつもお安いんですけども、ぜひ来てほしくて、はい、この値段でやってます。本当ですか。はい、もう本当ありがたい限りでございますけど、またね、13階から見る、まあ、景色も素敵ですよね。はい、晴れた日にはまた遠いところまでね、見れたりして、その中で食べるまたお食事、はいはい、本当に美味しいということでね、今回ステーキですね、はい、はい、ついてますので、はい、こちらも、ね、引き続き、ね、ご利用、まあ、村民そして、ね、観光客の皆さんも、ね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、また、ね、今週から
大型連休ゴールデンウィークも控えておりますか、はい、どうですか、お忙しいですか。忙しいですね忙しいですね、どうもありがとうございます予約がもうあれですか、はい、はい、団体様もご予約ございます、もちろん、はい、もうカップルも、あ、カップルもやっぱ今の時期はやっぱりそのファミリー層とかが多いんですかね、これからやっぱりゴールデンウィークに合わせての予約。そうですね、やっぱりあの、はいはい、私どもホテルあの昨年ですね、はい、ウェルカムベビーの宿というあのミキハウスさん の、はいはい、あの公式の認定をいただきまして、うん、はい、でやはりあのその影響が大きくてですね、お子様連れ、ご家族連れ、あと3世代あのおばあちゃんまで、おばあちゃん、うん、おじいちゃんまであのご一緒にいた来ていただけるお客様が多くなっております、はい、ぜひね、本当に子供から、ね、おじいちゃんおばあちゃんまで楽しめる、ね、ホテルということで、また時期が来ましたらあれですよね、スポーツの受け入れということで、ね、さまざまなスポーツ選手も宿泊なされるんではないですか。そうですね、はい、どうですか、なんかそのあの選手がっていう人たちに会えたりとか働く中であったりするんですか。やっぱりテレビで見たことある人も、はい、見かけたこともありますそんな時ってどうなんですか、やっぱり積極的にちょっと声をかけるタイプなのか、控えめに、あ、いるなみたいな見つめて、見つめてそうですよね、はい、なかなかちょっとあの沖縄の方ってちょっと恥ずかしがり屋な部分もあってね、積極的にならないっていうところもあるんですけどもね、え、本当にいろいろな選手来られますよね。そうですね、はい、今最近までラグビーの、あ、そうでしたね、はい、はいはい、キャンプ、はい、こちら宿泊していただいて、はいまた、ね、それを目当てに来る、まあ、観光客、まあ、地元の方も、ね、多くいらっしゃいますからね、本当忙しいですね、はい、はい、ということでね、残り時間もわずかとなりましたけども、またね、改めてまたゴールデンウィークもね間近に控えてますので、お二人の方から、ホテルの PR の方よろしくお願いいたします。来てくださいすいませんね、はい、いえいえ、いえいえ、はい、はい、ロイヤルホテル沖縄残波岬ですね、30周年を迎えまして、はい、もう名前も新たに、気持ちも新たにですね、はい、で私どもがあのご用意しているレストランなどではやはりあのファミリー向けにバイキング、はい、あと食べ放題とかですね、いろいろとこう家族向けのものを取り揃えて準備させていただいております、はいはい、おじいちゃんおばあちゃん、あとやっぱりちっちゃいお子様、まあ、赤ちゃんも、はい、で含めてご家族みんなで楽しめるようにこう和洋中バイキングいろいろと取り揃えておりますので、はい、ぜひあの地元のお客様も何か記念日とかあと、まあ、お誕生日で、まあ、ただのお食事会でもよろしいですので使っていただけたらあの私ども精一杯おもてなしさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、はい、そうですね、レストラン、はい、18時より21時、はい、ラストオーダーで、どのレストランも和洋中、ご準備しておりますのでぜひお越しいただけたらと思います。はい、ということでありがとうございます、今週も素敵なゲストをお迎えいたしました。ありがとうございます。結構緊張されてました1回目はこれどころじゃなかった。あ、本当ですか。もう1回目は山内さん、ああはいはいはい、山内さんもそうですね、頻繁に。石川さん、よかったらあの、はいはい、パンフレットを貸していただきたいなと。預かってもいいですか。はい、持ってきたんですけど、母の日とあとレストラン情報ですね。あ、わかりました。じゃあ PR させていただきますね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。すいません、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません、ね、もっと自分が盛り上げるちょっと緊張がしたので自分どうしようと思って大丈夫です、あのホテル帰っていじるんでいえいえ、はい、ありがとうございます。
連想レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。メンソーレンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会、三助会の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーとなっております。さて、お届けしてまいりました、観光情報番組読谷ラジオ、あっという間ですね、こちらでメッセージ届いてますのでご紹介いたします。おはようたっちゃんということで、ラジオネームベニーモ男子さん、はしか怖いですね、ゴールデンウィーク人混みに行くのが怖くなってきましたね、特に子供がいる家庭は注意ですねということで、ね、ラジオネームベニーモダンさんからメッセージいただいております。ね、本当にオープニングでもお話しさせていただきました、はしか、ね、本当に拡大が広がっているということで、ね、はい、対策などもしっかりしていただいて、ね、正しい情報を、ね、また、はい、皆さん知っていただいて、早めの対策などね、はい、していただきたいなと思いますよ。よろしくお願いいたします。そしてこの方から来てますね、あ、ラジオネームパンコペンコさん、ありがとうございます。たっちゃんおはようございます、横浜のパンコペンコです。今日はこっそり職場から聞いてますよ嬉しいですね、ありがとうございます。はい、今日の横浜は、豪雨ですね、なんかニュースでも見ましたよ、なんかね、本土の方はね激しい雨にということで、午後には雨は上がるらしいですが、今はすごい、雨風ですよ。先週ロイヤルホテル沖縄残波岬に、お世話になった時に、ラグビー日本代表の方たちにも泊まって方たちが泊まっていて、大浴場で一緒だったんですが、まあ見事な肉体美でしたね。皆さんヘラクレスのような体をしていましたヘラクレスってあの映画のヘラクレスですかね。はい、読谷さんへの旅行に行くとスポーツ選手に出会える機会もあるってところも、醍醐味の一つですね。では今日も読みラジへの出演アゲインを夢見ながら頑張りますよということで、パンコペンコさん、こっそり職場からね聞いていただいて、メッセージもありがとうございます。はい、ありがとうございました。ね、先ほどね、ロイヤルホテル沖縄残波岬さん、はいね、時期によってはスポーツ選手もね来られて
もしかしたら宿泊の際に、ね、あの選手がっていう方たちが、ね、見ることもできると思いますので、ぜひまた、ね、沖縄観光の際は、ね、宿泊の方もよろしくお願いいたします。ということでお届けしてまいりました。今日ね、スポーツインフォメーションのコーナーで、まあね、ラグビーの、ね、アメリカチームがここ読谷村で公認のキャンプ地内定ということでお話しさせていただきましたけども、まあ、村長のコメントも、ね、お届けしながら、まあね、記者会見が昨日あったんですけども、新聞記者の方が、ね、まあ、村長に、選ばれた理由は何ですかと、ね、問いかけたところ、ね、これまでのまあ実績、ね、過去にもですね、やっぱり男子だけではなく女子の7人制ラグビーのチームを、ね、まあ、受け入れて、ね、国際試合も、ね、行われましたね。そういう過去の、ね、実績とか、まあ、地域の皆様のおもてなし、はい、また企業の、ね、受け入れ体制ということで、ね、各企業が、ね、本当に親切って言ったらあれですけど、ね、受け入れ体制が整ってて、はい、あとはですね、また芝生の状態もいいということで、ね、皆さんがよく使われる、残波岬ボールパーク、ね、ラグビーのチームの皆さんが、ね、よく使う、ね、芝生の状態がいいということで、ね、こちらも、ね、本当に高評価らしいですよ。あとは、ね、宿泊先のホテルでの食事も、評価が高いということで、あとは、ね、もう本当に読谷村といえば環境が整っているということで、ね、また選手たちの、まあ、オンオフですね、練習がないときある時のオンオフのまた、ね、そういう過ごしやすい環境が読谷村には整っているということで、村長も、ね、コメントをしておりました、ね、こういったいうのを含めたらやっぱり読谷村ってね、やっぱりスポーツコンベンションでも今からね、もっともっと熱くなると思いますし、ね、ぜひ観光客の皆さんもね、もっともっと読谷村に来ていただきたいなと思いますね。ということで、お届けしてまいりました、観光情報番組読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課ロイヤルホテル沖縄残波岬ほか各社の提供でお送りしました。それでは本日も沖縄県そしてここ読谷村にメンソーレバイバイ。